NHK 放送総局長の定例記者会見が話題みたいだね。NHK の18日の定例会見で、記者が NHK の木田幸典放送総局長にこう質問したんだよね。立花氏が NHK の受信料徴収員には反社会勢力がいるような発言をしており、それに対して NHK は事実無根としているが、N 国等に抗議等はしたのか？NHK の木田幸典放送総局長の回答は、個々の対応については回答を控えさせていただきたいと思いますとだけ述べたんだよね。 NHK の受信料徴収員には反社会勢力がいる。これがもし嘘だとしたら NHK にとってかなりマイナスになるんだから、普通はもっと抗議するはずだよね。回答を控えさせていただきたいと思いますってちゃんと否定しないところを見ると、あながち嘘ではないってことになっちゃうよね。NHK から国民を守る党の立花孝志党首は前に、集金人がどれだけ怖いか。彼らは無茶苦茶する。全員ではないが、暴力団関係者を普通に使っているって、インターネットテレビ番組でしっかり発言してるんだよね。もし NHK が本当にそのような人を NHK 受信料徴収員に起用しているのであれば、社会的にも大問題になるでしょ。だからやっぱりこの問題は、もっと多くの政治家やメディアが取り上げ、真意をはっきりさせるべきだよ。しかし NHK には不信感しか湧かないよね。NHK 受信料徴収員に反社会勢力起用疑惑。一向になくならない犯罪。NHK 社員の異常な年収。繰り返す偏向報道。NHK がもし一般の会社ならここまで腹は立たないんだけど、国民から受信料を吸い上げてこういうことをやってるからね。だから腹が立つんだよ。でもまあ12日に自民党の高市早苗総務省が NHK から国民を守る党が議席を確保したことに触れつつ、受信料は受益の対価ではない、 NHK の業務を維持していくための特別な負担金として負担していただいている、受信料の意義と公共放送としての意義を正しく多くの方々に発信して対応してほしいと発言し、 N 国が議席を得ており、これから国会で様々な議論がなされるんだろうとも語ってるんだよね。 N 国の出現で明らかに NHK の存在意義にメスが入りそうな流れができつつあるんだよね。とにかく今の NHK は腐りまくってて、いらないと言っても過言ではないんだよね。だから NHK 問題については、国会でしっかり取り上げ、議論していただきたいものだね。それは多くの国民の総意だと思う。NHK をぶっ壊せ。NHK をぶっ壊せ。